皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。天地創造パート13月をプレイしていきたいと思います。はい、前回の続き、前回ネオ東京の華道に囚われてしまった女の子、実はそれはライオンだったんですけど、ライオンが、ライムということが分かって、一安心だった。私が、その続きからプレイしていきたいと思います。アスタリカ、対談に行きたいと思います。アークの頭の中に不思議な声が語りかける。アーク、アークよ。祭壇に捧げられた杯を手に取るのだ。アークは何かに取り憑かれたように杯を家へと運んだ。え、入った？倒れた。ここは、アスタリカ。太古の昔から人類を見つめてみた聖地。アークよ、目覚めたとき、お前は不思議な光景を目の当たりにするだろう。え？メイリン？メイリン、メイリンじゃないか。こんなところでどうしたんだよ。失礼な。バラはメイラ様に使え。え？使える新刊メイリアで、あ、ペルル、フリーダムの街のペルルなのか。我はメイラ様に使える神官、名をペーラと。あ、なんか名前は似てますね。早くメイラ様の話を聞いてくるがよい。メイラ、アスタリカのしきたりでは毎年神聖なる儀式を行っておるんじゃ。階段の奥に祀られている6つの聖杯には1年の歳月をかけて夜露が溜まっていて、このどれか一つが神に近づく力をもっと言い伝える、持つと言い伝えておる。生贄の人間は杯を一つ選んで飲み干し、1年間その場で飲まず食わず、死んじゃうで暮らすのじゃ。使った選択をすれば、だが、正しい選択をすれば、我らの部族から神が生まれる。どういうこと？で、前回の儀式から数えると、今日がちょうど1年目の日。二人の神官が様子を見に行ったが、そのまま戻ってこい。ここで、武術に堪能なそなたに頼んでおるのじゃよ。やるな。開きましたね。お、エル。信じられん。君は正しい杯を選んだのか。生きていてくれたか。ちょうど1年前の光景が目に浮かぶようだ。泣き叫ぶお前を連れて祭壇の奥に足を踏み入れ、そしてお前は一人ぼっちになった。そして孤独に1年の月日を耐え抜き、こうして人間を超えた存在になったのだ。この1年は長かったわ。何百年にも何千にも思えた。毎日、明日は命の灯火が消えるんじゃないかって怯えて暮らしてた。でも私は死ななかった。こんな体になってみてやっとわかったの。神様の本当の意味が。人間なんてくだらない生き物よ。
欲望に振り回されて辛い思いばかりしてる。こんなくだらない儀式を続けているのだって他の部族より上に立ちたいって思うからでしょう。もう人間なんてこりごり、みんないなくなっちゃえばきっとこの星も平和になるわ。何をする気だ。神様になってもらうわ。神々っていう名前の神様に。エル、どうしちゃったの。エル、やめて。捨てない命のどこがいけないの。ティラ、やめときな。今のこいつに何を言っても聞こえやしない。でもな、俺はこの世から消える前に人間らしいところを見せてやる。他の生き物にはない感情を愛っていう。感情な。おい、ティラ。ティラ愛してる。ティラって、ティラって使う人よ。あれ変わったらまた一緒になろうな。どういうこと？ちょっと意味がわかる。あなたも死なない体を求めてきたの？人間なんて誰も同じようなものなのね。で、一瞬あんたが鬼のような顔に見えたよ。よね。人間にはさ、表と裏の顔があるっていう。この聖なる杯の水は、裏側の心を呼び起こす薬だったのかもしれないな。それならあなたも試してみて。後ろの杯には、なみなみと夜露が溜まって、また吐いた？え？これ？どういうこと？ほほほ、人間の枕なんてこんなものよ。あ、どういうこと？なんだか変な夢を見ちまった。私にもわけわかんなかった。アクは星のかけらを手に入れた。今のイベントは何だったんだ。では、ペンギンランドというところに行きたいと思います。なんだペンギンランド。なんだここ、知らなかったけど。ゴールは左足、速い人、いいものあげる。ちょっと今、遊ぶ暇ない。ごめんねときました。こう、出せなくなっていますが、ペンギンランドというところに送ってくれます。ペンギンランド。おお、なんだ。なんだ。はい。花売り少女から買った花を、そう。
が綺麗な花を奪う。代わりにペンギンから星のかけらを。ダメですかね。最後の星のかけらをいただきに参ります。私は私は名もなき学者だ。ここは地球が破滅の危機に陥った時最も汚染が少ないとされる場所。私はこの場所で世界の終わりを見届けるつもりなんだ。話を聞いてくれるかい。かつてある民族が景色をこの広大な自然を神と崇めた。それなのに我々文明国の人間は自然破壊だの自然保護だのと騒ぎ立てる。から人間は神を保護する立場になり上がっただろう。そもそも世界の破滅はそこから始まったのではないか。私はそんなことを考えていた。この美しい世界を眺めながらずっと考えていた。するとどこからか私を呼ぶ声が聞こえるんだ。もうじきこの場所に棒を手にした青年が現れる。彼に石のかけらを渡しなさいと。声は地の底から聞こえるようだった。私は地球の呼びかけに答えようと思う。さあこの石を持って行って。私が子供の時から肌身離さず僕は星のかけらを手に。なぜ人は明日のことより今のことばかりを考えるのか、私にはわからない。何も。南極にこんな乾いた大地があるなんて。いや、小石が並んでいるみたいだ。なんで、こんな最果ての地に。のかけらを、僕は星のかけらを刺さる。おっと。アークの頭の中で声が響いた。それはアークそっくりの声であった。君はいつも危険と隣り合わせで生きてきた。化け物と戦ってどんなに傷ついても死ぬことはなかったはずだ。なぜだかわかるかい？それは君が伝説の英雄だからなのだよ。僕はライトサイドの使者。で、君はダークサイドの使者。人は、一生に一度は、うり二つの人間に出会うという。なんかいい。アークという人間は、表と裏で二人存在するんだ。今、ベルーガの出現で地球はおかしくなっている。地球の歴史を、
剣に例えるなら針はちょうど13を指す。ありえない時間、いや、あってはいけない時の流れが始まっているんだ。さあ、目をつぶって、そしてゆっくりと考えるんだ、というのことを。第4章、英雄の ぐすぐ。あらあら、目が覚めたのね。こうしてあなたと一緒に暮らし始めてからどれぐらいの時間が経ったのかしら。あなたがこのストークホルムの田村で泣いているのを見せては本当にびっくりしたわ。私の知っている人の面影があまりにも強かった。だからついつい同じアークっていう名前にしちゃったね。さあ、お腹が空いたでしょ。何か食べ物を探してくるね。どういうことなんでしょうか。さあ、エル、やるのだ。どう思いに。お前はそのためにクリスタルホルムから地表へとやってきたの。どういうこと。今ならまだその赤ん坊は力を持っていない。さあ、早く。アーク、どうしたの。わしはね、赤ちゃんが一人でどこかへ行けるわけないし。アーク、どこなの。エル、何をためらっている。早く赤ん坊を殺してしまえ。アーク、許して。ちょっとあなた、何しているの。じゃあどっち。あなた、誰。私と同じ顔。あなた一体誰なの。この赤ちゃんに何をする気。ユミ、いや、これは飛んだ邪魔が入ったものだ。さあ、エル、この子も殺してしまえ。どういうこと。何？アーク、目を覚ますんだ。僕だよ。クマリだよ。あ、クマリよく出ますね。僕の声は届いているかい？怪獣の生き物たちが君の目覚めを待っている。さあ、耳を傾けてごらん。では、ラー。私の声が聞こえますか。アークさん、地球が悲鳴を上げています。が、毒に侵された私を救い出してくれた人にこの星を救ってあげてください。が、ライム、僕の声はちゃんと届いてる。世界はおかしくなっちゃった。たち、動物は昔のままなのに人間だけが変わっていったんだ。先人の谷で僕に勇気を与えてくれたように、もう一度世界にも力を分けてやる。
私はキングバードの王ですだに。空が泣いてますだに。涙は濁ってまいりますだに。踏み切った大地を飛び回ることさえできれば、私は何もいらないですだに。みんなの声が聞こえたかい？君はもう木々や動物たちと話はできないけれど、心はいつも通じ合っているなのさ。もう一度言う。怪獣の生き物たちが君の目覚めを待っているんだよ。覚めてしまったか。英雄の伝説に語られる光と闇の使者がついに誕生してしまったのか。これはクリスタルホルムの長老様からこう命令されていたんだと。アークがベルーガを復活させたら殺せとな。だが俺は実験を待っていた。アークが英雄の存在を突き止めると思ったからだって思った通りになった。今お前を殺せば邪魔者はいなくなる。長老様、いやダークガイア様の手によって地球は生まれ変わるのだ。ということはですよ、ヨミはここから悪者だった。ダークガイア様だって。そうだ、人間たちは悪魔という名で呼んでるみたいだがね。サエル、こいつを殺すのだ。少なくともアークには幼馴染のお前 を殺すだけの勇気はないはずだ。おい、しっかりしろよ。どうしたんだよ。アーク、会いたかった。忘れたことなんてなかったわ。でもこんな形で会うことになるなんて。私は、中裏の世界のクリスタルホルムを脅かす者を殺せと命令されたのに、まさかそれがアークだったなんて。えい、役立たずが。みー。もういい、こいつは私が殺す。ヨミ、お前どうしちゃったんだよ。俺たちずっと一緒に旅を続けたじゃないか。アーク、お前は何も分かっちゃいないんだな。アークは利用されただけ、ゲームのコマの一つにしか過ぎないんだよ。かわいそうだが、永遠に消えてもらうぜ。長老様の命令は絶対なんだ。ヨミは地震を起こした。さあ、どう料理してやろうか。やめて。人には、表の顔も裏の顔もあるわ。光と影は知らなければいけないんだと思う。ヨミ、私たちは消えましょう。えい、話せ。長老様に背くわけにはいかん。アーク、この地上の人々を救って。人はこんなにも美しいんだもの。人はこの世界をもっと大切にできるはずよ。ヘル、何をする気だ。やめろ。あなたとご一緒にいたかった。あら、あー、エル、エルは何も悪くないのに、なんでこんなの。この時俺だがパンドラの箱を開けていなければ平和な日々が続いたのか。プラダの表だのってわかんないよ。こんなのどっちだっていいじゃないか。近くに自分の大切な人がいて楽しく暮らせればそれでいいじゃないか。クリスタルホルムの町でいたずらして駆け回っていた日はどこへ行っちゃったんだよ。誰か俺にあの頃の日々を返してくれよ。どうすればいいの？
あんな場面を目の前にしたら、アークになんて声をかけたらいいのかわからない。だ、何も気にしないで、普通に話してくれよ。もう一人のエルさんはいないかもしれないけれど。いや、不要のエルさんの代わりにはならない。は、いや、クリスタルホルムでエルと一緒に暮らしてきた。二人のいろんな思い出がこの胸の奥に詰まってる。で、エルは俺を救うために犠牲になったんだ。だけど、今は他の人のことを考える余裕なんて。そうよね、ごめんなさい。あなたに一つ話しておかなきゃいけないことがあるの。この村にはね、こんな言い伝えがあったわ。この日か英雄が訪れると、英雄は奇跡を起こし闇の使者を倒すだろうと。それがあなただったなんて。この箱の中に英雄の武器が収められているの。コロンブスっていう人が船で世界中を旅して回った時、発見したものらしいわ。コロンブスはこの伝説の武器が使われることを恐れ、北田舎の村に隠したのね。つまり、村人たちの役割は、大宝盛りだったっていうわけ。この村が廃墟になったのも、コロンブスが拷問を受けたのも、みんなこの武器のせい。役割を果たせなかった村人たちの魂は、狼に姿を変えて、大宝を守り続けている。たくさんの人たちの血によって、守られてきた武器、使えるのはアークしか。さあ、そっと箱に入れてみて。わあ、やっと英雄が現れたか。どういうこと？もう待ちくたびれて足が棒になっちまったじゃない。体がなまっちまったぜ。おっと、口に出してなくて、待って待って。口に出さなくてもわかるぜ。あんたは真の英雄だってことぐらいはな。アーク、この生き物ってさっきあなたを殺そうとしてたじゃない？バカだな。それは裏の読みだろ。これは表の読みだっても。ともかくこんなところで喋ってる暇はねえぜ。さっさと英雄の武器を持ってベルーガを倒しに行かない。こうしている間にもどっかの町が吹っ飛んじまうかもしれないからな。アークは英雄の槍を手に。アークは英雄の槍を英雄の鎧を手に入れた。ちょっとわけがわからない。私はずっとこの場所であなたの帰りを待って、全てが終わったら必ずここへ戻って。はい、それでは目的の場所までやってきたので、時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。